思うように体が動かん。さやじゃない、イザナミ。さあ、どっちでもいい、とにかく青を渡せ。抜かせ、青は何。青、まさかこの男も視覚者だというのか。これが青、ここにいるのか、ラケン。それに触れてはダメ。ダメ。今の声は、ここはエンブリオゾ、エンブリオに直接干渉するというのか、何者だ。ラケルなのか。今度はなんだよ。あー、でも見覚えがあんな。イカルガーだっけ。あ、あれ、さっきまであそこになんかでかいもんが浮かんでたような。でも今どこにもないな。さや、でも少し違ったよな。イザナミはサヤじゃない。少なくとも俺の妹じゃない。それにラケルの声と一瞬見えたあの女の子。やれやれ、わかんねえことだらけだな。よっと、行くか。どうやらまだまだこの世界で知らなくちゃいけないことがあるみてえだしな。